はい、東洋ハリキュー整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は運動後の症状についてお話をいただけますか。はい、運動後の症状、まあ、あの他のところでですね、朝の症状っていうのをご紹介したんですけど、この朝の症状っていうのは、まあ、車で例えると、まあ、朝エンジンを、まあ、車に立てるエンジンをかける、エンジンをかけた時が調子が悪くて、しばらく走ってるとエンジンが温まることによって朝の症状がなくなっていくという、まあ、説明をしたんですが、この運動後に、まあ、出てくる症状、例えば、まあ、走ってると、まあ、あの運動すると足が痛くなってくるとか、まあ、例えば1日、活動してると、まあ、夕方とかそういう時に、まあ、症状が出てくる場合の、まあ、症状なんですけど、ちょうどこの朝の症状と、まあ、逆なんですね。でこの場合は、要は車でまた例えるんですけど、ガソリン不足なんですよ、ね、ガソリンがそんなにないんで、長く歩いてると体がガス欠になって痛くなってるんですよね。じゃあ東洋医学でどうやって治すんかっていうと、まあ、ガソリン、まあ、その東洋医学でいう気血を、まあ、補うような、まあ、治療をするんですね。気と血、まあ、気っていうのは、まあ、病気の気、やる気の気、元気の気なんですよ。血っていうのは、まあ、西洋医学的な、まあ、血とはまた血液とはちょっと違うんですけど、まあ、血液のこう、まあ、全身的な巡りっていうかね、そういうのを改善するんですよ。で、まあ、そういうのを補うプラス、そういうのを自動的に、まあ、生産できるような体を作り上げれば、ずっと走ってても一日中活動してても、この運動後の症状っていうのが消失しますね。だから、まあ、こういうのも、まあ、マッサージとか整体とか、まあ、揉んでるだけではなかなか改善しない症状の一つではないかなと、まあ、東洋医学、専門からすると、少し、まあ、思うとこなんですけど、まあ、そういったマッサージとか整体回路でも、まあ、改善する方はいいと思うんですけど、もしそういうので改善しなければ、まあ、東洋医学専門の、まあ、当院なんかに来ていただければ、ほぼ 100% 改善することができます。以上です。